トラック、トラック、ダメ絶対。開発って曲ちゃんとできますちゃんとできるすいません、拍手しました。いやもう、ちょっと本当申し訳ない、今日、別にこの拍手はいらないかも、連続の時たちが拍手ってね、ちょっと何て言ったらいいんだろう、いつもいない人がなってはいるんだけど、
目指すならば
東は
トっていうタイトルですかね。どんどん季節は流れて、流れ過ぎていくなと思ったっていう感じで、あっという間で、デビュー当時11歳だったのに、あっという間で、今から22歳でしたね。なんかもう、どんどんあっという間に季節は過ぎていく感じ。だけど、すごい、自分が、人間が、ずっと、価値のあるものを見させていただいて、見せていただいてっていうことで、本当にお客さんに感謝から、こうしていただいて、お客さんに対して、感謝から、こちら、去年、ずっと、一番最初じゃないですけど、12歳でデビューしたとき、ソニーから出したんですけど、これあとずっとインディーでやってて、去年いよいよ、インディーレーベルとかも全部出て、ただのおっさんになった、面接としてた、ほとんどレーベルも離れたんですけど、全部、面倒なものは全部離れてる。でも、この実験はいつもより最初のサッカーと言われますので、フライドに行ったりして、とてもたくさん作ったし、見た目は出せると思うんで、ちょっと非常に、仲間のおかげで、いい感じの時間になっているんですけど、ちょっと、短期がないっていうか、あまりにも午後の迎えに来る僕らって、そこまずは会いたい。もっといつもはね、遠藤に座るように、顔を閉じたくて歌うわけですから、今日はもうちょっとさすがに、みんな顔だけ見れればいいやという、たまに考えてしまいました。それで、一番最後は、ちょっと僕いつも、さっきの再販でなかったことばっかりやってました。7年間ぐらいは。で、ちょっと、お客さんもすごい真剣に聞いてくれてるんですけど、そうじゃないところでちょっと、ちょっと一緒にお客さん楽しめるような曲を最初に作りたいなと思うようになったんです、初めて。で、この曲はね、どんどん曲が流れていくって言葉で言ってるんですよ。そこ、どんどん曲が流れていくって言いながら、そこで一緒に曲を作ってきます。だからそれをこうすぐ録音して、聴いていただきます。どんどん曲が流れていくって一緒に。で、俺ね、俺は言わなくなるけどね。一応このどんどん曲が流れてる。で、今言った方がいいなってポイントがあるんです。ここ言ってほしい。だから上で俺はハモったり、手を切ったりできるんで、一緒にこうやって。
のようにお手伝いもらったので、これに懲りず、いつもよりクラシックライフと、このドラゴンの気持ちをくるくる回って、これ髪がかかってるのかな、髪がかかってるのかな、髪がかかってるのかな。